お待たせいたしました。JR 代行バス、原野町駅に出発いたします。はい、了解です。JR 列車代行バス浜通り交通ご利用いただきましてありがとうございます。バスはこの先国道6号線を経由いたしまして、この先の停車駅は浪江駅、小高駅、終点原野町駅の順で停車してまいります。終点の原野町駅到着お時間11時35分の予定でございます。また常磐線との接続は下り普通列車仙台行きは11時50分発でございます。またこの先富岡町の一部から大熊町、双葉町までの間帰還困難区域を通ってまいります。またお客様にお願いいたします。走行中はお客様の安全確保のためシートベルト着用をお願いいたします。シートベルトはお座席の真ん中にございます。またお手元の切符は紛失しませんようご注意ください。またこの先帰還困難区域を通りますので窓を開けないようにお願いいたします。本日は乗務員浜通り交通ドライバー鈴木、添乗員乃木でございます。走行中何かご不明な点ご要望ございましたらご遠慮なく乗務員の方にお申し付けください。それでは終点原野町駅までごゆっくりお過ごしくださいませ。
ご利用でございましたら、上りホームは午後4時28分浪江駅発富岡駅行きでございます。次の代行バスは午後4時28分浪江駅発富岡駅行きでございます。また列車で原の町の方面に行かれますと12時20分浪江駅発原の町駅行きがございます。お疲れ様でございました。何駅でございます。ご利用いただきましてありがとうございました。はい、おじゃれます。お客様です。ラッシュでますのでご注意くださいませ。小高駅停車いたします。次は小高駅でございます。関東です。列車です。
くお高い駅でございます。お高い駅で降りられますお客様いらっしゃいますでしょうか。お高い駅は11時15分出発でございます。出発の時間までお待ちくださいませ。またお乗りになりますお客様もいらっしゃるようでございます。本日は JR 代行バスをご利用いただきましてありがとうございます。次は終点原の餅駅でございます。なお走行中は安全確保のためシートベルト着用をお願いいたします。原の餅駅到着時間は11時35分予定でございます。それでは走行中ですが5分の点ご要望ございましたらご遠慮なく乗務員の方にお申し付けください。原の町駅までごゆっくりお過ごしくださいませ。Thank you.
朝来てもらったのが電車で、朝、うん、来て
に。
まもなく原の町駅でございますが、バスは一旦駅前を通過いたしまして、駅の先からぐるっと回りまして駅に入りますので、もう少々お待ちくださいませ。終点原の町駅到着いたします。原の町までの切符のお持ちのお客様は、ご面倒様でも添乗員の私の方に切符の方をお渡しくださいますようお願いいたします。また常磐線下り普通列車仙台行きにお乗りのお客様は11時50分発でございます。本日は JR 大行バス浜通りコースをご利用いただきましてありがとうございました。お降りの際にはお忘れ物落とし物ございませんように、特に貴重品、携帯電話、帽子、カメラなどお忘れ物ないようにお願いいたします。また次の JR 代行バス浪江発富岡駅行きは午後4時28分浪江からですので、お間違いないようにお願いいたします。またお手洗いご利用のお客様は左手タクシー乗り場の後ろがお手洗いでございます。お疲れ様でした。到着でございます。ありがとうございました。